コインブラの旧大聖堂。コインブラの旧大聖堂。S. ベギア・デコンブロは、ポルトガルのコインブラにある、同国で最も重要なロマネスク様式の建築物の一つ。1139年のオーリッケの戦い後、ポルトカーでハク・アフォンソ・エンディケスが、初代ポルトガルをアフォンソ一世として即位し、首都と定めた、コインブラに建設された、大聖堂である。 初代コインブラ博でモサラベ、アラブ領に住んでいたキリスト教徒でもあったシスナンド、ダビデスは、この大聖堂に葬られた。コインブラ、古代ローマ時代は、アヤミニウムは、市から南へ、約16キロメートル離れたコニンブリガが468年に、スエビ族に侵略され、破壊された後に、キリスト教主教座となった町である。コインブラの旧大聖堂以前に、 どのような聖堂が存在していたかは定かでないが、前代の建物はかなり傷んでいたようである。そこで、アホンソ一世は、大陸家の戦い後、新たな大聖堂建設に資金を提供することを決めた。司教、ミゲルサロマンの資金援助によって、この大事業の遂行が、決定的となり1162年頃に着工された。大聖堂は1184年に一般に、 公開された。1185年には2代目のポルトガル王となった三種一世がこの大聖堂で体感していることから、この頃には建設がかなり進んでいたと考えられる。基本的な建物の建設は1300年代前半で終わり、回廊の工事がアフォンソ2世地下の1218年に始められた。ロマネスク様式の大聖堂建設計画は、 当時リスボン大聖堂建設を指揮し、コインブラを定期的に訪れていた、フランス人と思われる、建築家、ロベール、ロベール親方とも呼ばれたによって進められた。現場の監督はやはり、フランス人と、オボシキ・ベルナール親方から、ポルト周辺の境界建設に携わった、ソエール親方に引き継がれた。16世紀、大聖堂に対して、数々の改造が実施された。 礼拝堂では本堂の壁と柱がタイルで覆われ、ファサード北側にはポルタ・エスペシオーサと呼ばれる巨大な戸口が追加された。また、アプスの南側礼拝堂はルネサンス様式で建て直された。ただし、大聖堂の基礎的な建築構造はロマネスク様式のままである。1772年、ポンバルコーによるイエズ・ス会追放の数年後、司教座は、 古い中世のこの大聖堂から、マニエリスムのイエズスカイ教会、コインブラの新大聖堂へ移された。コインブラの旧大聖堂は、レコンキスタ時代からほぼそのまま現在まで残る、唯一のロマネスク建築である。ポルト大聖堂、ブラガ大聖堂、リスボン大聖堂など、たとしのものは後世に大きく手が入れられている。外から眺めると、 旧大聖堂は狭い窓と縦眼付き橋壁を持ち、高さがあるため、小さな要塞に似た姿である。これは、ムーア人と交戦中の時代に建てられたことを意味している。西ファサードの中ほどに、戸口と戸口に似た窓を上部に持つ塔のような建物がある。戸口も窓もどっしりとしたアラビア風、ロマニスクゼンパの影響を受けたモチーフで飾られている。 大聖堂は丘を下る場所に建てられているため、ファサードは角の厚い控え壁で補強されている。北ファサードにはポルタエスペシオーサと呼ばれるルネサンス様式の戸口があり、腐食が進んでいるものの、見る者の,の目を引く。この3階建ての戸口は1530年代にフランス人彫刻家ジャンドルーアンにより建てられた。東側には半円形アプスを有する。 三つ葉型の放射礼拝堂を見ることができる。南側礼拝堂はルネサンス様式で再建されているが、主礼拝堂と北側礼拝堂はロマネスク様式のままである。浴楼交差部の上部は細部にバロック要素を持つロマネスク様式のドームがある。聖堂内部は二つの側楼を持つ振動と小型の浴楼からなっている。東側のアプスは三つ葉型の礼拝堂がある。振動は 半円筒天井、トンネルボールとにを覆われている。振動は上階に広々としたトリホリウムがある。内部のすべての円柱には中等装飾が施されており、主に野菜、動物、気化学問用のモチーフである。ランタン島の窓と西ファサードの大きな窓は大聖堂内に自然光を取り入れる光源である。アフォンソニ聖地下の13世紀初頭に建てられた回廊はロマネスクから、 ゴシック様式への過渡期の作である。中庭に面したゴシック様式の特徴を持つ、戦闘アーチはそれぞれロマネスク様式の半円形アチ二つを取り囲む。ロマネスク様式の特徴が最もよく現れているのは中東に施されたおびただしい数の彫刻である。その数約380に上る彫刻群は、ポルトガル国内でも有数の規模である。彫刻群は、 ロマネスク以前の様式やアラブ的性格の影響を受けており、モチーフとなっているの野菜や幾何学文様が種であるが、中には対面するケンタウルスや子息獣、鳥類の彫刻もある。人や聖書をモチーフとしたものはない。人物像の彫刻が存在しないのは、大聖堂の工事に関わっていた美術校の大半が十二世紀にコインブラへ移住してきたモサラベであった,たと思われる。 モザラベの芸術家たちは、イスラム教の近畿である、偶像崇拝を避けて、人間の姿を芸術に用いなかった。即廊沿いには、横たわる像を母碑に持つ、ゴシック時代、13世紀から14世紀の墓が、残されているが、侵食が激しいものもある。これらの中には、14世紀初頭に、ビザンツからポルトガルへ来て、リス一世妃となったイサベルと、同行してきた貴婦人。 バタサ、ビタアッサ、または、ベイタッサの二人の墓がある。イザベルの墓には、ビサンティン帝国の象徴である、相当の和紙が飾られている。15世紀末から16世紀初めには、ジョルジェでアルメーダ司教が、講演者となって大掛かりな装飾が計画された。側廊の円柱と、壁は、アラビア風の彩色幾何学文様のセビーリア製タイルで、覆われ。 後ちほとんどが取り除かれたが、現在も入り口左の壁に特に多く残されている。この時に加えられた代表作としては、他に礼拝堂内祭壇背後の大きな木製の棚がある。この主礼拝堂の空間ほとんどを占める祭壇棚は1498年から1502年にかけてフランドル人芸術家オリビエル・デ・ガンドとジャンディプレによって掘られたもので、 フランボワイアンゴシックの特徴が描かれた聖母マリアとキリストの障害図に現れている。祭壇自体はロマネスク様式の台に載っている。北礼拝堂3ペドロ礼拝堂はフランス人彫刻家ニコラウ・シャンテレネによるルネサンス様式の祭壇を持つ。南礼拝堂は全体が正規ルネサンス様式で再建され、キリストと十二使徒が描かれた 壮麗な祭壇棚が置かれている。祭壇はジャンド・ルーアンの手によるもので、1566年ゴろに完成した。1530年代、このジャンド・ルーアンが、北ファサードのポルタエスペシュオーサを建てた。浴楼には、ゴシックイコールルネサンス様式の洗礼用聖水盆がある。これは、サンジョアンデアルメーダ教会から持ち込まれた。もともと、コインブラ大聖堂にあった。 マヌエル様式の聖水ボーンは現在コインブラの信頼制堂内にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。